ねえねえ、よくティラノサウルスやスピノサウルスが、最強だったって話に出るけれど、どちらも白亜紀の恐竜よね。そうだな。それがどうかしたのか？いや、だったらジュラ紀最強の恐竜といえば、どの恐竜なのかな？と思って、ジュラ紀最強といえば、やはり頂点捕食者だった、アロサウルスだと言えるだろうな。ああ、アロサウルスか。そういえば、過去動画で紹介されたわね。日本ゆかりのフクイラプトルも、アロサウルスの仲間だったと知って、びっくりしたわ。そうか、アロサウルスには、まだまだ仲間がたくさんいるぜ。じゃあ、今回は、アロサウルスのおさらいをした上で、前回、紹介できなかったアロサウルスの仲間を、紹介していこうか。ジュラ紀最強と謳われる、アロサウルスの仲間だもの、やっぱり最強揃いなのかしら。ああ、どれもアロサウルスの仲間と呼ぶにふさわしい恐竜ばかりだぜ。期待できそうね。今回はどんな恐竜がいるのか楽しみだわ。実は、アロサウルスとその仲間たちには、共通した特徴があるんだ。共通の特徴？なんだろう？前回のアロサウルスとその仲間たちの動画でも、触れているぞ。ああ、アロサウルスは全長の割に体重が軽くて、走るのが速かったって言ってたけど、それと関係しているとか？よく覚えていたな。そうだ、アロサウルスの仲間たちの共通した特徴とは、その体重の軽さとスピードだぜ。ええー、ちょっとスタイリッシュな感じでかっこいいじゃない。ああ、だが、アロサウルスの仲間たちの強さの秘密は、軽量さゆえのスピーディーな動き、だけではないかもしれないぞ。ええー、なに？気になるじゃない。これから一体ずつ詳しく見ていくから、霊夢なりにアロサウルスの仲間たちの、強さの秘密を探ってみてくれ。わかったわ、面白そうじゃない。任せてちょうだい。アロサウルスの仲間たちを紹介していく前に、まずは元となるアロサウルスの、おさらいをしておくぞ。まずはアロサウルスを知っておかなくちゃ。アロサウルスは約1億5500万から1億4500万年前の、ジュラ紀後期、北米に生息していた、アロサウルス科の獣脚類の恐竜だぜ。確か、アロサウルスは今までに、多くの化石が発見されているのよね。そうだ。そのため、謎が多い恐竜の世界において、比較的研究が進んでいる恐竜で、1964年には日本初の、全身骨格化石として、組み立てられた恐竜でもあるぞ。日本初だなんて、スペシャル感満載じゃない。全長は、平均 8.5 メートル、最大で12メートルに達したと推定される個体もあり、体重は1から4トンとされているぜ。体重をトンで言われると、重く感じちゃうけど、アロサウルスは軽量だったとされてるのよね。ああ、ティラノサウルスが全長約13メートル、体重9トンなのに比べると、かなり体重が軽いと言えるのがわかるだろ？確かに、全長はそこまで変わらないのに、体重は半分以下だものね。全長が大きい割に軽量だった理由としては、他の獣脚類の恐竜と比べて、頭骨がほっそりとしているなどの、特徴が挙げられているぞ。頭骨がほっそりしてたってことは、小顔ってこと？小顔で軽量ってことは、私にも似てるってことじゃない。おいおい、丸顔の霊夢とは正反対じゃないか。アロサウルスの目の上の突起は、突起が2つのタイプに分けられることから、性別を表しているのでは、という説も出てきたぜ。前の動画では、意味がなく飾りのようなもの、と言ってたわよね。さらに、長い間、アロサウルスは、共同生活をしていたと思われてきたが、近年の研究では、共同で仲良く行動していた可能性は、低いとされている。それは、どうしてなの？仲良くするというよりは、仲間を縄張り争いや獲物の争奪相手として、認識していたのでは？という説が出てきたんだ。ほう、仲間をライバルのように認識していたのね。では、ここからは年代順に、アロサウルスの仲間を紹介していくぜ。最初に紹介するのは、サウロファガナクスだ。私は初めて聞いた恐竜だわ。サウロファガナクスは、アロサウルスと同じ、約1億5500万年前から1億4500万年前の、ジュラ紀後期に北米で生息していた、アロサウルス科の恐竜だぜ。アロサウルスと生息していた年代も場所も一緒じゃない。大きさはどうなのかしら？全長 10.5 から13メートル、体重3から 4.5 トンと推定されているぞ。あら？もしかしてアロサウルスよりも大きい？そうだ。実はサウロファガナクスは、アロサウルスよりも全長の大きい、ジュラ紀最大最強級の恐竜なんだぜ。おお、初っ端からすごい恐竜が出てきたわね。だな。ここで、体重に注目してほしいんだが、やはりサウロファガナクスも全長に対して軽量だ。本当だわ。体重がティラノサウルスの約半分だものね。ちなみに、発見当初は、トカゲを食うものという意味の、サウロファグスと名付けられたが、
すでに別の生物についていた名前だったため、1995年に、爬虫類を食べる王という意味の、サウロファガナクスに改められた。まさか、名前が被っちゃったなんて。ところで、アロサウルスとはどういう違いがあるの？アロサウルスに極めて似ているが、背中の棘突起や尾にある、結道球という骨の形に違いが見られるため、別種とされているんだ。そういう違いがちゃんと発見されているなんて、研究の賜物ね。だが、サウロファガナクスはアロサウルスと違い、化石が全身の 10% しか見つかっておらず、まだ謎に包まれている恐竜だぜ。じゃあ、これから新たな発見が、出てくるかもしれないのね。だな。と言っても、サウロファガナクスは、アロサウルスと並び、ジュラ紀最強と考えられているため、人気があり、全身骨格も作られているんだ。へえ、アロサウルスよりも大きいなら、迫力もあるだろうし、ぜひ見てみたいわ。サウロファガナクスの全身骨格は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州にある、ニューメキシコ自然史科学博物館に展示されているぞ。春休みに行ってみようかしら。サウロファガナクスは、まだ謎の多い恐竜だが、今後研究が進めば、アロサウルスを凌駕する存在になるかもしれないぜ。アロサウルスもうかうかしてられないわね。時代は移り、ここからは白亜紀に生息していた、アロサウルスの仲間を紹介していくぞ。まずは、アクロカントサウルスだ。ふむふむ。名前は聞いたことあるわ。アクロカントサウルスは、約1億1600万から1億1000万年前の白亜紀前期に、北米に生息していた、アロサウルス上科、カルカロドントサウルス科の恐竜だぜ。今回も北米に生息していたのね。ああ。そして、全長11から12メートル、体重5から6トンだったと推定されている。やっぱり、全長に対して軽量傾向にあるみたいだわ。だな。また、アクロカントサウルスは、背びれのような特徴的な神経棘を持っており、名前も背びれが由来になっているんだ。名前の由来になるぐらいだったなんて、具体的にどんな特徴だったの？アクロカントサウルスの神経棘は、椎骨からまっすぐに突き出ていたんだ。この突起には、全身の筋肉を支える役目があったと考えられているぜ。重要な役目があったのね。ところで、このアクロカントサウルスも、強い恐竜だったのかしら？ああ、白亜紀前期の北米における、頂点捕食者だったと考えられているぞ。やっぱり、サウロファガナクスといい、アロサウルスの仲間は強者揃いね。ティラノサウルスのように獲物の骨を噛み砕くのではなく、アクロカントサウルスは、獲物を切り裂いて失血死に追い込んでいたようだ。ちなみに攻撃の際には、上顎に並んだ38本の歯が、高い殺傷能力を発揮していたという。38本も歯があったなんて、どんな歯だったの？歯のサイズは大きかったが、厚みがなく折れやすかったそうだぜ。だが、アクロカントサウルスの歯は、サメの歯と同じように、折れても新しい歯が生えてきたんだ。何度も生えてくるなんていいなぁ。サメの強さもあやかって、もう怖いものなしじゃない。また、カルカロドントサウルス科は、アロサウルス以上に鋭く長い歯を発達させていた。そして、その長く鋭い歯で、白亜紀に繁栄した史上最大級の竜脚類である、キタノサウルス科を、餌食にしていた可能性があるというぜ。史上最大級の竜脚類って、どんな恐竜がいるのかしら？例えば、全長約30から36メートル、体重約80から100トン以上あったと推定されている、アルゼンチノサウルスが挙げられる。ひえー。自分の体より3倍以上大きい恐竜も捕食していたなんて、どれだけ鋭い歯を持ってたのよ。ああ、白亜紀前期の北米における頂点捕食者だったというのも、納得できるよな。ティラノサウルスと同じ白亜紀でも、生息時期がずれてるけど、実際に戦ったらどうなるのかしらね。いい勝負だったかもしれないな。もうアロサウルスの仲間から目が離せないわ。霊夢も、もう釘付けだな。さて、次に紹介するのはマクサウルスだ。マクサウルスは、約1億1600万から1億1000万年前の、白亜紀前期、南米に生息していた、アロサウルス上科カルカロドントサウルス科の恐竜だ。あら、生息年代はアクロカントサウルスと同じだけど、北米じゃなくて南米に生息していたのね。北のアクロカントサウルス、南のマクサウルスってなもんだな。そして、全長は10から13メートル、体重3から4トンと推定されているぜ。やはり全長に対して軽量な恐竜だ。そうね。でも、全長を見るとかなり大きな恐竜だったんじゃない？そうだな。ティラノサウルスやギガノトサウルスなどと並んで、世界最大級の肉食恐竜と言えるぜ。すごい。そういえば、マクサウルスも、アクロカントサウルスと同じ、カルカロドントサウルス科って言ってたかしら？ああ。だから、似た特徴を持っていたんだ。アクロカントサウルスと同じく、
長く鋭い歯で獲物を失血死に追い込んだり、肉を切り取ったりしていたという。大きな体に鋭い歯も兼ね備えていたなんて、王者の風格ありね。ギガノトサウルスらと共に、当時の南アメリカ大陸を支配していた、と考えられているぜ。さすが、アロサウルスの仲間なだけあるわ。そして、マクサウルスの幼体の骨は、頑丈な生体の骨よりずっと細くて華奢だったんだ。そのため、マクサウルスは若い時は軽くて足も速かったが、成体になるとあまり素早い動きはできなかった、と考えられている。幼体と成体でそんな違いがあったのか。また、大型肉食恐竜は単独で行動していたと思われていたが、マクサウルスは集団で狩りや行動をしていたと言われているぜ。どうして集団で行動していたってわかるの？同じ化石の産地で少なくとも、7個体の化石が発見されているんだ。なるほど、化石が教えてくれたのね。それと、マクサウルスの全身復元骨格は、2009年に国立科学博物館と、大阪市自然史博物館で開催された、大恐竜、知られざる南半球の支配者、において公開された後、2011年より、名古屋市科学館の生命館で、常設展示化されているぜ。そうなの？いつでも、名古屋市科学館に行けばマクサウルスに会えるなんて、最高じゃない。続いて紹介するのは、ネオベナトルだ。ネオベナトルは、約1億1600万から1億1000万年前の、白亜紀前期、イギリスに生息していた、アロサウルス上科、ネオベナトル科の恐竜だ。今回は、イギリスに生息していたのね。ああ。全長は 7.5 メートル、体重1、2トンと推定されているぜ。ふむふむ。こちらも他の仲間と同様、軽量に変わりないわ。また、最もよく知られているヨーロッパの、大型肉食恐竜の一つとされていて、非常に断片的ではあるが、体長10メートル以上であったことを示す化石も発見されているぞ。じゃあ、7.5 メートルよりも大きかった可能性もあるわね。他にはどんな特徴があるの？細身の体で、目の上から鼻先まで、三角形のトサカのような突起が続いていたぜ。突起？アロサウルスにもあったわね。ああ。モノロフォサウルスという、中国に生息した恐竜もこのトサカを持ち、性別判断や音を出すのに使っていたと言われているな。アロサウルスの突起も性別を表している可能性があるのよね。ただの飾りのように思えても、ちゃんと意味があるのね。だな。加えて、ネオベナトルの頭骨を CT スキャンした結果、口周りに神経や血管の通り道がたくさんあることがわかり、口周りの感覚が鋭かったことが、明らかになったという。へえ、面白いじゃない。詳しく聞かせて。口周りの感覚が鋭かったのは、獲物を食いちぎる時の感覚を伝えるほか、鼻面を擦り合わせて、仲間同士のコミュニケーションを、取るような行動に、関係しているのではないか、とされているぜ。ほう、鼻面を擦り合わせてコミュニケーションを取るなんて、ちょっと人間っぽいじゃない。また、ネオベナトル科は、アロサウルス上科の、最後の生き残りだと言われているんだ。長く繁栄した恐竜だったのね。さあ、次は今回紹介する中では最後の恐竜となる、アイロステオンだ。いよいよ最後の恐竜か。どんな恐竜かしら。アイロステオンは、約1億50万年前から約6600万年前の、白亜紀後期、アルゼンチンに生息していたメガラプトル類の恐竜だ。同じ分類に日本で発見された、フクイラプトルもいるぜ。あのフクイラプトルと同じ分類なのね。でもメガラプトル類なのにアロサウルスの仲間になるの？メガラプトル類は、もともと2010年に、アロサウルス上科ネオベナトル科の、下位分類群として命名されたものなんだ。ってことは、アロサウルスのグループの一員ということになるのね。ただ、メガラプトル類は、未だ完全な骨格が発見されておらず、まだまだ謎に包まれているグループなんだ。じゃあ、今後研究が進むと、分類が変わってくる可能性もあるの？ああ、2019年、アルゼンチンで発見された、メガラプトル類の恐竜マイプの記載では、メガラプトル類はティラノサウルス上科の姉妹群、として扱われた。先行研究によると、ティラノサウルス上科とメガラプトル類の、近縁性が示唆されているぜ。ティラノサウルス？今後の行方が気になるわね。だな。分類の変遷の歴史については、今度ゆっくり解説するから待っててくれ。続いて、アイロステオンは、体長9メートル、体重2トンと推定されている。やはり軽量だわ。アロサウルスの仲間は、一貫して軽量を貫いていたのね。だな。また、アイロステオンの名前は、空気の骨という意味で、骨が鳥の骨のように中空、だったことから名付けられたというぞ。骨が空っぽだったことも、軽量だったことに影響しているとか？ああ、鳥と同じように、アイロステオンも9メートルの巨体に対し体重2トンと、中空の骨の特徴が活かされていると言えるだろうな。
他にも鳥に似た特徴はあったのかしら？鳥類に似た呼吸器を持っており、現在の鳥類に似た呼吸の仕方を行っていたと考えられているぜ。そうなのね。アイロステオンは鳥との共通点がいくつかあったのね。そうだな。こうしてアロサウルスの仲間たちを見てみると、ついにティラノサウルスが現れた白亜紀末期にも、アロサウルスの仲間たちは、体長の割に軽量だったことがわかるよな。確かに、アロサウルスの時代から、絶滅するまで、一貫して軽量を貫いていたってことが実感できるわ。巨体とスピードを維持することが、アロサウルスの仲間たちなりの差別化だったのかもしれないぜ。生き残るために巨体とスピードを守り抜いたのね。今回はアロサウルスとその仲間たちの解説をしたが、どうだった？アロサウルスとその仲間たちの強さの秘密が分かった気がするわ。そうか。それは何だと思うんだ？それは、やっぱりなんと言っても、巨体とスピーディな動きでしょうね。だな。それに、アクロカントサウルスのような、鋭い歯による攻撃もあるぜ。そうね。あと、マクサウルスのように、集団で狩りや行動をしていたということも、強さに関係している気がするわ。ああ、日本やイギリスなど広い範囲で生息していたということも、繁栄していた証だよな。また、サウロファガナクスのように、まだ化石が十分に発見されてない恐竜とかも、研究が進むと新たな発見があるかもね。そうだな。期待して待ってようぜ。